どうもこんにちは、パーマカーチャー仙台ジャパンの設楽と言います。今日はですね、まあ、2時間ほどという中でですね、1時間話をしてくれということでですね、始めたいと思いますのでよろしくお願いします。顔を見るとですね、すでに知り合いの方もいらっしゃいますし、また今回初めてお会いさせていただいた方もですね、いらっしゃって、なかなか初めての方とのですね、出会いというのはなかなか楽しいものですね。できれば、後ほどですね、皆さんとお話をしながらですね、何か私の中にあるもので皆さんにお伝えしていくことがあればですね、非常に幸せかなというふうに思います。で、今回いただいたテーマはですね、里山とパーマカルチャーということでですね、お題をいただきました。当初はですね、先ほど西村さんがやってらっしゃる、すでにですね、いろんな形で利用されている里山の方で場所をですね、パーマカルチャー的にデザインするのはどうかなみたいな話をしていたんですけれども、まあ、やっぱり多分ね、多くの方に来ていただいて、まず、パーマカルチャーとか里山の環境を知っていただくことから始めることが大切なのかなということでですね、このような、形で場を設けていただいてですね、お話をさせたことになりましたね。で、ね、私実は今、富士の町というところに、住んで、おります。あ、これ話すといいですね。はいはい、よく聞こえますけど、これはね、まあ、正直口がある口、早口でですね、声がでかいと言われてますのでですね、もし声が大きすぎるようだったら一言声をかけていただいて、耳が痛いとか言っていただけるとですね、ね、抑えることもできるかなというふうに、思いますね。で、ちょっと針が途切れましたけれど、今私ですね、富士の町というところに住んでおりますね。皆さんの中で富士の町にいらしたことがある方ってどのくらいいらっしゃいますかね。あ、結構半数くらいの方いらしてますね。まあ、まあ、東京から行きますとですね、まあ、中央線に乗って、大体ですね、高尾で乗り換えて、さらに2つ先という形でですね、ところにですね、富士の町というものが、現在あります。で、里山ということを考えてたときに、じゃあ今自分がいるところはどうなんだろうと思ったところに、まさしく、多分里山なんですよね。まあ、ただその里山という言葉自体がですね、もうある意味こう死語になっているのかなという感覚もありまして、逆に言うとですね、里山の新しい姿って何なんだろうというところにですね、ちょっとパーマカルチャーと重なってくるところを見出すこともできるのかなというふうにも思うんですよね。まあ、簡単に言ってしまえば、多分日本中の全ての里山というものは現在使われてないと言っても過言ではないかなというふうに思うんですよね。今現在私はね、先ほど言いましたけども富士の町というところに住んでおりますけれども、里山よりもさらに、まあ、人工化されたというか人間が手をかけてきた農地というのがありますよね。今現在ですね、富士堂町、まあ、実は今ですね、相模原市になってしまって、富士堂町というですね、名前はなくなってしまったんですけれども、昔からですね、この富士堂町に住んでる人たちというものはこの富士堂町という名称をですね、捨てたがらないんですね。私もですね、住んでから20年くらいになるんですけれども、相模原市というよりはですね、富士堂町という方がしっくりくる。で、しかもですね、なんていうんですかね、まあ、結構富士の町がですね、面白い取り組みをしているということでですね、まあ、マスコミとかでそういうところで取り上げられることが結構あるんですけれども、そういった時もですね、なんかこう名前としては旧富士の町ということでですね、使われることが多かったりするわけですよね。で、そういう意味では非常になんかこう東京の近郊にありながら、非常に面白い場所になっている。で、もうちょっと言うとですね、パーマカルチャーということに関して言うと、今ですね、ご紹介もありましたけれども、パーマカルチャーの本ですね、結構いろいろ出ています。私が訳された本がですね、パーマカルチャー農的暮らしの永久デザインというですね、これ何の意味なんだみたいなのですね、本がまず出ましてですね、パーマカルチャー農としてですね、捉えられていることが、結構ですね、通常かなというふうに思うんですね。まあ、パーマカルチャーといった場合ですね、パーマネントカルチャー、あるいはパーマネントアグリカルチャーということでですね、まあ、永続可能な、農業を元に、農を元にしたですね、永続可能な文化を作り出していくことがパーマカルチャーであるというふうにですね、まあ、翻訳的には理解されるのかなというふうには思うんですけどもね。ただその必ずしも脳というものにですね、こだわってというか、脳というものがなければパーマカルチャーではないかというと、
決してそういうこともないということでですね、現在もですね、その、まあ、田舎ですね、いわゆるその田舎のですね、農村地域で行われるパーマカルチャーもあればですね、藤野町のように郊外地域にあるパーマカルチャーというものもあり、またですね、都市で、まあ、アーバンパーマカルチャーという形でですね、取り組まれているそういったパーマカルチャーもそれぞれあったりするわけなんですよね。でそういった中で、まあ、今回はですね、まあ都市におけるパーマカルチャーというかですね、都市と農村とそれからそこにある里山というものをですね考えた場合に、まあ、大きく言えば人間が生きる空間としてどのようなものが望ましいのかなということをですね、考えてみる機会にしたいなというふうに考えているんですね。ですから里山をどうしようかということをですね、その空間的に考えていくことが主になるわけですけど、そのためにですね、その里山に関わってくる人間のですね、生活とかそれから価値観の在り方というものからですね、少しこの里山の在り方、そして里山とパーマカルチャーの関わりというのものについてですね、お話をしていきたいなというふうに思って、います。でですね、まず里山ということでですね、先ほど言いましたけど、日本の里山って今どこにあるんだろうというふうに考えたときにですね、実はほとんどが里山というものがですね、存在しなくなっているのじゃないかというふうにもですね、考えられるのかなというふうにも思うんですね。こちらスライドショーにするのはどうしたらいいですかね。これですか。これやればいいですか。こちらね。こちらね。ね、ということでですね、言いましたけれども、要はその里山が存在していないということにおいてですが、逆に言うと私たちは一体その里山という言葉に、ですね、表現される何者を失ったのかなと。いうところからちょっと振り返ってみたいなというふうに思うんですね。まあ、伝統的里山とは何者だったかということなんですけれども、これちょっと見にくいんですけどもね、山間部の集落ってもうちょっときれいに映るかなと思ったんですが、ちょっと見にくいですよね。どういうことかというと、いわゆるですね、山間集落においてどのような形で里山というどのような空間的な構造において里山が存在してきたかということをですね、実を言うとこの図を持ってですねお見せしたいなというふうに思ったんですけれども、まあ言うなればですね、私たちがこう私たちからその今現在私は住んでいるところなんですけれども、その空間を見るとですね、その日本のですね伝統的な空間というものは何に分かれたかというと基本的に3つに分かれてきたいたわけですね。一つが里、あるいは村という形です。村、それからそのですね周辺に野良という村、そして、その一番最後の外がですね、山と、村、野良、山、これがですね、日本の基本的な空間構造だったわけですね。で、そして里と呼ばれているのはどこまでかというと、実を言うと、村とですね、それから野良、これがですね、里と呼ばれている場所だったわけですね。ですから、これを見ていったときにですね、まあ、ここに村というのがある、そして村の前に野良。村というのはどういう空間かというと、まあ、村から発生して村というのは基本的には建物があって、まあ、生活を行う場所ということになるわけですね。でその場合に野良という、皆さんもですね、野良仕事っていう言葉を、僕からね、聞いたことがあるのではないかなというふうに思いますけれども、言うなれば畑とか水田とか、要は自分たちのですね、食べ物とかですね、そういったものをですね、主に作るような場所が基本的に野良であるということとして考えられたわけですね。でそれからさらに奥に行くと今度は山になるわけです。で山っていうのはだけど、日本の文化を見るとですね、山は大きく2つに分けられるのかなというふうに思うんですね。一つは何かというと人間が入り込んで、ね、山の恵みをいただく場所、それからもう一つは何かというと人間が入ってはいけない、いや言うならですね、神様の場所という形でですね、山は2つにですね、分かれていたというふうに考えられるわけですね。でそういった中で人間が入ってですね、山の恵み、自然の恵みをですね、いただくというような場所が、言うなれば里山というふうに現在呼ばれているのかなというふうに思うんですね。でこの里山という言葉はですね、先ほど西村さんの方からご紹介があって、もたりさんでしたっけ、
里山資本主義というものをですね提唱されている方があって、私も一度彼の講演会に聞きに行ったことがあるんですけれども、里山をですねこれから資本として考えていこうというような考え方をですね提唱されてましたけれども、この里山ということは実を言うとそんなに古くはないんですよね。多分江戸時代の人なんていうのは里山っていうことは持っていなかった、ね、ただその里山という空間は存在している。多分この里山という言葉はですね確か秀井さんって言ったかな、ですね、大学の先生のですね方がいらっしゃって、その方がですね多分その人間が入り込んでですねいろいろな、形で関わっている山をですね里山と呼んだ。これは多分昭和になってからの話ではないかなというふうに思うんですね。ただその名称がどうあれですね、そういったような、空間が存在していたことは、昔の文献を見てもですね、十分に確認することができるわけですよね。で、そういったような里山のですね存在というものをですね、がですね非常にね、私たちっていうかね、そこの山に住む人たちにとってですね非常に、大切な役割を果たしたということもまた事実であるということはですね言えるのかなというふうに思うわけです。その中でそれを一つ、何て言うんですか、証明するものとして、これちょっと平野部集落っていうのがありますけども、先ほど所沢から来た方、三富神殿って行ったことあります？ありますか。これ三富神殿の、航空写真なんですけれども、どういうことかというと、神殿開発というのがですね、一番するのは実は江戸時代と、それから明治時代というのが非常に神殿開発が行われたわけですね。でその時にその神殿を、作るというと田んぼを作るんじゃないかというふうに多分考えられる方多いと思うんですけれども、この三富神殿なんか見るとですね、実を言うと一つの自給自足的な生活空間を作るということが実を言うと神殿開発だったんですね。ですから、ちょっと待ってください、そもそも予備電力でちょっと今接続しますんでね、すいません、なんかちょっとセッティングも悪くて申し訳ない。まあちょっと話を続けますとですね、それと神殿開発の例を見るとですね、大体ですね、大きさがですね、大体全体の1個のですね、家の、面積というものがですね、およそ大体3ヘクタールくらいあるわけです。3ヘクタールって皆さん想像つきますかね。なかなか想像つかないですよね。私自身もね、3ヘクタールのこう 土地をですね、どのように表現していいか分かんないんですけれども、まあ言うならば300メーターかける100メーターくらいの大きさがですね、3ヘクタールということになるわけですね。だから多分校庭3つ分とかですね、普通の小学校の校庭3つ分とか4つ分くらいの面積というものがですね、あるわけですけれども、この3ヘクタールの土地をですね、どのように使っていたか、あるいはこの神殿開発の時にですね、どのような形でその、ね、3ヘクタールの土地が、分けられていたかというのを見るとですね、実を言うとそのおよそ3分の2以上はですね、実を言うと森だったんです。あるいは山と言ってもいいんですよね。これ言葉として三居集落という言い方があります。何かというと、多分ね、日本の歴史を振り返ってみたときに、人間がどこから住み始めたかというと、きっと山から住み始めてるんですね。これは世界どこに行ってもそうなんです。やっぱ山というものは非常にその自然が豊かで、食べ物もたくさんある、それからさまざまなですね、薬になるものとか建物にするものもたくさんあるということで、山から住み始めることが多いわけです。ですから現代の感覚から言うと、平野部に住んでですね、便利な生活ができるというところで、平野部に住むことからがですね普通になっていますけれども、多分歴史的な振り返るとですね、むしろ、少し高地であったりとか山の中にある、そういったようなところで自然の恵みが豊かに得られるところがですね、中心になってですね、人々は住むようになっていたわけですね。でそうするとやっぱりその山の恵みをですね受けながら生きるということが生活の最も基本になっていたんですよ。ですから今申し上げたように江戸時代とか明治時代とかいう形 ですね、農が行われるようになってですね、かなりの時期がですね経ってからもですね、実は山との結びつきというものがですね非常に、生活にとって大切だったんですね。ですから、簡単に言ってしまいます、山を背負って生活空間を作ってきた、山を背負って降りてきたって言い方をします、三居集落で。そういった中でですね、今申し上げた神殿開発においてもですね、山の役割を果たすことができるような空間として林あるいは森というものをですね、自分たちの生活空間の中で最も
大きな、ね、敷地を割いてそういうところにですね、作り上げていただいているのがですね、これあこう言ってあるんですね、神殿の改装を見ると一つの事実としてですね、ここにですね、私たち認めることができるわけですね。すなわち里山という呼び方はなかったにしても、山を背負ってくれ、人間が使う山というものがあって、初めて人間の生活が成り立っていたということが、日本のまさしく生活と文化の基本に存在していたということなんですね。まずここの部分からですね、お話を進めていきたいなというふうに思うんですね。じゃあどんな役割を担ってたかということです。まず一番大切なのは多分資源の提供ですね。ちょっと皆さんに質問します。はい、里山と呼ばれ、あるいはですね、日本のですね、生活の基本になっていた、そういったの山との共存というものが、私たちの生活から切り離されてしまった、そういうことが行われなくなってしまったのはいつ頃だというふうに思います。もうちょっとじゃあ、そういう最初の質問、皆さんの中で里山持ってる方ってどのくらいいらっしゃいます？誰もいらっしゃらん。多分ですね、聞いて、日本人のです、ね、中に聞いて、多分 90% の以上の人はですね、里山を持っている。里山を活用してるかって言ったら、多分 99% の人が活用してないと思うんですよね。果たしてどうしてそのような事態になってしまったのか、その事件いつだったのか、いつだったと思いますか。そして何が原因だったと思いますか。はい。そうですね、確かに、一つはですね、能的なもの、ね、ね、桃太郎の、ね、話ありますよね。おばあさんはどこ行くんでしたっけ。川へ洗濯に行くわけですよね。おじいさんは山へ何しに行くんですか。芝刈りに行きます。芝って何ですかね。ね、ゴルフ場があってちょっと、ね、芝刈りの手伝いに行くと、そういうわけでは多分ないですよね。芝刈りって何だったと思います。そうですね、芝っていうのはいろんなちょっと解釈の仕方があるんですけれども、いわゆるその山の下草とかですね、それから今はね、おっしゃったような、先ほどおっしゃったようなですね、いわゆるその小さな枝とか、そういうものをですね、芝、いわゆるそのね、買ってですね、取ってくると。これ何どういう意味があったかというとですね、一つはまず今おっしゃったようにですね、まあ、その山の下草を買ってきてですね、積んでおいて発酵させて、そしてそれを水田とか畑に入れる、ね、こういうことを行っていた一つ。それからもう一つはですね、まさしく枝とかね、そういったものを買ってきて燃料に使っていたということなんですね。でですね、先ほども私が、ね、お出しした問題の答えを言うと、実を言うと1950年代から60年代、ガスがですね、生活の中に入ってきて、燃料が、ガスに変わった時に里山は実を言うと捨てられました。今おっしゃったようなですね、そういったような有機肥料から化学肥料に入ったということも多分大きな原因だったというふうに思うんですけれども、農家の方々に話を伺うとですね、里山との付き合いがなくなったのはやっぱり、燃料がガスになった時だよねというふうにですね、答えられる方が多いんですね。でそれ以降、ね、ずっと、ね、1960年代ぐらいですか、今から50年くらい前ですね。私がまだ子供の頃はですね、薪が結構あったんですよね。どういうところを使ってかというと、お風呂の焚き付けが薪だったんですよね。だから、お風呂をですね、焚くにあたっては子供がですね、ね、そうやって火をバーンをしてですね、消えそうになるとですね、薪をくべに行くということで、私自身もですね、やった記憶があるんですけど、そんな何ですか、薪でお風呂を炊いた経験の方ってどのぐらいいらっしゃいます。おお、何人かいらっしゃいますね。心強いですね、話が通じるということですね。若い方は多分そのような想像もつかないんじゃないかと思うんですけれども、そういう時代があってですね、まさしく、こういったですね、里山といいますかね、近くの山があって、そこで切り出された、あですね、ちょっと完全に今電気がですね、消えてしまったみたいです。すいません。
もうちょっとしたら多分つくと思いますんでね、話をですね進めていきたいなと、思いますけど、つきましたね。でですからですね、実を言うと里山の一番の役割というのはまさしく燃料だったわけですよね。ところがその燃料というものが私たちの今の中で言うと、例えば、いわゆるそうですね、言葉としてはノンリニューアブルエナジー、いわゆるその化石燃料に変わってしまってですね、ガスとかそれから石油とか、そういうものになってしまったことによってですね、言うなれば里山というものは、そのですね、なんていうんですかね、役割というものを失っていった。そして日本人のですね、生活の中からですね、消えていくということになっていったわけですね。だけど振り返ってみると、それ以外にもたくさんあったわけですね。食料、山菜とかキノコとか果実とかですね、あと野生動物、こういったものがあります。今私もですね、まさしく里山生活をしているんですけれども、里山生活をするとですね、皆さんね、結構脳をやってですね、こうやってて面白いんやから、で脳にですね、携わってくるとだん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 脳が嫌になってくるこんなこと言っていけませんけどね、嫌になってくることはないんですけども、何かね、こうね、何て言うのかな、あの自然との恵みの中で思いがけない出来事っていうものをなんか望むようになるんですよね。なんかこう脳って種まいて育って収穫してって、なんか計算できるじゃないですかね。多分計算できるもんってある意味安心をくれるんですけども、喜びにはなかなかなかったりするんですよね。でそうすると嬉しいのはですね、実は自然からの恵みって結構嬉しいんですよね。どういう恵みがあるかっていうと、やっぱり果物っていうか果実いいですよね。今の時期おいしい脳の果物って何だと思います？そう、キイチゴ。このキイチゴいいんですね。時がついてたりしてですね、結構ですね、畑の中に出てくるとですね、厄介者だったりするんですけども、これをですね、しばらく我慢して5年くらいするとですね、いい野いちご畑になります。これがですね、めちゃ美味しいですね。この5月の終わり頃ね。でもうちょっとすると今度は何が野からの恵みとしてあると思います？桑の実なんですね。これがですね、極めて美味しいね。桑の木っていうのは非常に生命力が強くてですね、毎年もしてたくさんのですね、実をつけてくれます。しかもですね、面白いことにあまりね、なんていうんですかね、鳥とかですね、そういったものが、好んで食べないんですよね。だから結構ですね、私たちにいただくことができたりするわけですね。ですからこのですね、初夏といいますかね、春の終わりにはですね、こう、まあ野からそういったようなですね、食べ物、まあ山菜なんかもそうですけどね、いただくことができる。まあこれちょっとね、農家の立場から農っていうか農にかかっているものの立場から見るとですね、ちょうどまだ何もですね、畑から物が取れない時期に、実を言うと自然というものは食べ物を与えてくれるんですね。ね、だからそういったような形でのそういう狭間を、人間のですね、食べ物の狭間をですね、こう埋めてくれるのがまたこの野のですね、あるいは里山の役割だったりするわけですよね。はい。でもうその他にもですね、実を言うと大切なのはですね、家畜の餌だったりしますね。昔は家畜を飼ってました。牛ね、馬、それから羊ね、彼らはですね、実を言うと一年中何か食べるんですよね。でその時にですね、やっぱり里山空間って大切でした。でこれどうしてかっていうと、このこと話すると多分ね、1位が止まらなくなるんですけども、ですね、里山って今言ったようにね、結構人間は手を入れるんですよ、ね、でそれで薪とかね、いや、それで里山って別の言葉で新丹林って呼ばれてます。新丹林ね、薪とかですね、それからあとは、炭ですね、とかですね、それで人間が手を入れるとどういうことが起こるかというとですね、皆さん自然ってね、動いてるんですよ。成長してるんですよ。大きくなるんですよ。そして完成するんですね。ある一定の状態にですね、たどり着こうと、自然っていつも動いてるんですよ。じゃあ自然ってどんなところにたどり着きたいんだというふうに思います？自然って何になりたいんだと思います？どうです？っていうと森になりたいんです。自然はね、人間とか関わらずにほっとくとですね、必ず森になります。森になりたいんですよ。でね、そういったような言葉をちょっと生態学的なね、言葉で話すと、これ実は極相というものになります。極相というものになります。でね、
東亜この、ね、日本でいうとですね、大体、沖縄から、それから、まあ、沖縄ちょっとあの植生がずれるんですけど、九州からだいたい福島の途中くらいまではですね、極層となると、極層ですとですね、いわゆるですね、あのシーカシといったですね、常緑広葉樹林というのになるんですね。常緑広葉樹林ね、なんか難しい言葉で言うんですけど、だけどね、これが里山になって人間が手を入れていると何が起こるかっていうと、極層にならない。これまたちょっと後で話しますけどね。でそうするとどういうことが起こるかっていうと、落葉広葉樹という段階でですね、木の成長、まあ、森の成長が止まるんですね。で落葉広葉樹と常緑広葉樹の違いは何かっていうと、冬になると葉っぱを落とすか落とさないかなんですね。冬になると葉っぱを落として、春になると葉が出てくる。であるよね、これが落葉広葉樹。そして一年中ですね、ずっと、葉っぱをつけているのが広葉樹ね、常緑広葉樹になる。でそれがどんな違いを生むかというとね、その大きな木の下にどんな、ね、生き物が育つかっていうことがですね、そこで大きな意味を持つんです。でね、先ほどの今ここに書いた家畜の餌で言いますと、これ私ヤギを飼ってたから分かるんですけどね、冬の間青い葉っぱ、しかもですね常緑広葉樹だとちょっとヤギにとって食べにくいんですよね。もうちょっと柔らかい葉っぱをつけてくるのは青木とかです、サカキとか、そういったですね落葉広葉樹の下で生える樹木というのは、実を言うとそういったですね、人間が飼っている家畜にとってとってもいい飼料になるんですよ、ね、ですから人間が手をかけて枝を刈ってあげる、時には木を倒してあげる、そういう形で関わっていた里山というのは、人間の食べ物を与えてくれるだけじゃなくて家畜の食べ物も与えてくれたりするんです ね。それからもう一つ薬、ね、先ほどあのおばあおじいちゃんが、ね、山へ芝刈りに行くと言いました、ね、買ってきた芝をそのまま畑に戻すことしないんですよ。そうじゃなくて実は積んでおいて堆肥化しました、ね、この堆肥に関してはもうぜひ喋るって言われば2時間くらい喋ることができますね。だけど今日はそういう時間がないのでですね、ちょっと話をしておきますね。堆肥化するときにね、堆肥に大切なのはやっぱりね、あの葉っぱとか木の枝とか硬い、なかなか発酵しにくいものが、実を言うと堆肥にはいいんです、いいんですね。で肥料っていうと皆さんね、鶏糞とかです、有機肥料でもね、そういったものすぐ頭に思い浮かべるかと思いますけども、堆肥を作るのには木の葉っぱとか腐りにくいものの方がいいんです。これちょっと勘違いしないでいただきたいんですけどね。でその時にですからね、家畜飼ってますから、いわゆるそのね、肥料は家畜から取ることができたんですよ。で昔は山に行って堆肥の肥料を取ってきた。だから結構硬いもの、先ほど言ったように、ね、下葉や草だったりとかね、それから木の枝だったり落ち葉だったり拾ってくるわけですよ。だけどそれを直接畑に入れちゃうと畑が痩せちゃうんですね、これね。ね。だから、発酵させてたんです。発酵させる。ね。で、すると、発酵すると、皆さんどこどこかで、皆さんの中で、堆肥作ったりとかで、ね、発酵した経験のある人って、どのものを作った経験のある人どのくらいいらっしゃいます？ああ、皆さんありますね。パンを作ったりとかね。で、発酵にはですね、ちょっとだけ発酵のことを話しますと、嫌気性発酵と好気性発酵があるっていう、皆さん結構ご存知でらっしゃると思うんですけども、好気性発酵の発酵の特徴って何ですか？好気性発酵の特徴、嫌気性発酵に比べての一番の特徴って何ですか？何ですか？その通り。嫌気性発酵の時には熱が出ます。熱が出て、その時に合わせて、そこの、ね、山から取ってきた様々な植物に含まれていたエキスが出るんです。ね。で昔の人どう使ったかって、これ実を言うとですね、これ近くのね、私が住んでる里山っていうか、そこの場所のおばあちゃんに聞いたんですけども、昔はねこの上に病人を寝かせたんだそうです。そうするとあったかいね。実を言うとうちの息子にですね、これ大好きなんですよ、でこれ実を言うとですね、今度ね一回ね、発酵足湯っていうのをですね、ちょっと商売でやろうかなってちょっと考えてましたね。ちょっと今実験してるんですよ。
実はですね、今今年のうちの、ね、実習コースの生徒さんもですね、それに参加してですね、なんかちょっと発酵アシートやってみようかなと思って、で実を言うとですね、今ちょっといろいろなもの、あのぬかとなんだ油かすを混ぜたりとかですね、それからぬかとですね、それからおからを混ぜたりしてですね、いろいろ何が一番をね、そう発酵させるのいいかって実験してるんですけどね。で、ずっと一昨日ですね、ちょっとそれ実験をですね、また再度やってですね、そしたらすごいんですよ、温度って。どのくらいになると思います、発酵温度。何度くらいになると思う、ひらだ屋さんで入ってきて、びっくりしました。ねえ、60度くらいになるんですよ。ね。だからあったかい、だからね、それちょうどね、だけど中の方行くとですね、ちょっと発酵時間が60度くらいなんですけど、表面くらいで45度くらい。ちょうどいい温度なんですよね。だから息子がそこに乗ったんです。もう動かないんですね。気持ちいいからって。ねえ。今日もですね、畑に出たらですね、そこからそこにもう息が入ったまま出てこないんですね、そういうようなですね、形の、だから気持ちよさ、要はで、そうやって里山っていうのはやっぱりそのね、あの昔はやっぱり医者とかいなかったわけじゃないですか。その時どうやって体を治すかって言った時に、そのまさしく温かさ、それと植物が持っているさまざまなエキスで、今最近流行るじゃないですか、だからアロマとかですね、そういうところでやって、それも昔からはやってたんですよ、普通にね。そうやって発酵させて、そこのところでエクセル。だから、本当昔はだからそうやって家の中で発酵させるの、いろんなものを。だから実は言ったら人間はそうやって健康になれたんです、きっと。これはね、また別の発酵なんだけども、昔はね、鶏を軒下で飼ってたんですよ。ね。そうすると、鶏を軒下で飼ってるところは、肺結核が起こらなかった。肺結核がかからなかったっていうことも、統計的にちゃんと、ね、資料として出てたりするんですよね。ね、そういう形で要は、ね、今話はちょっとずれましたけれども、山の恵みというものが、ね、燃料、食べ物、薬、それから温かさ、エネルギーですね、そういった形でですね、私たちの大きな恵みを与えてくれている。だから生活を維持していく上で欠かすことのできない、まさしく役割を果たしている。だから、ね、山が大切で、ね、人間は平地に移ってくる時に山を背負って出てきたこざるを得なかったわけなんですね。それ以外にもあります。実は言うとですね、共有と共同には地域者の存在は、今日なんか難しいことがやってますけど、要はね、里山っていうのは共有地だったんです、コモンズだったんです。これがすごく大切だったんですね。やっぱり今言ったように、その物理的な、あるいは生物的な非常に大切さというものを里山を持っていただけではなくて、実は言うと社会的に大切な役割をですね、実は里山は担っていたんですね。ね、共有地、ね、今私たちの生活の中から一番消えてしまったのはこの共有じゃないかなというふうに思うんですよね。で、多分これは先ほども後ほどまた帰ってきてお話をさせていただきたいんですけれども、これから私たちがその里山、あるいはその自然のつながり、あるいはもうちょっと言えばより豊かで安定した生活を行うためには、この共有、共という概念が多分キーワードになると思います。キーワードになると思いますね。今私たちの身の前にあるのは私有地ね、それから公有地、私と公ね、その間にちゃんと境目が敷かれていてですね、公に対しては私は物は言えないね、で私有地は自分のものだから他のものから手を出すなみたいな。だから人間はこう分断されてしまうわけです。ところが昔は共というものがあった。そしてその中でも共有地という具体的なものが生活の中ですごく大切な役割を果たしている。だから私たちはある意味その共有地って、ごめんなさいね、その人共有を 共をですね結び、共によって結びついた一つのコミュニティがあれば生活できたんです。生きていくことができたんですよ。別に国もいらなかった、藩もいらなかったんですよ。一つの地域があって、そこのところで結びついた人々がいれば十分に生きていくことができたんですよ。別に、ね、こう広い道路です、車で、ね、どっか行かなくてもよかったわけですよ。ちゃんと何かあれば、その先ほど言った山が与えてくれる。皆さんの中でタイマグラばあちゃんっていう映画見た方いらっしゃいます？見たことない。もし里山の興味があるんだったらぜひ見てください。タイマグラばあちゃん、タイマグラ何かっていうと、岩手だったと思うんですけど、山奥に住んでて誰も住まないっていうところがタイマグラだったんですね、意味は。ところがね、そこのところ、そこのね、そこにだから要は神殿からして行くわけですよ。そこのところで
で50年60年住んで最後はですね、そのタイマグラばあちゃんの一家だけは残る。やっぱり現代というこの便利さというものが優先される社会において、その山の生活というものは見捨てられていくわけですね。だけどそのおばあちゃんが言った言葉、今でも耳に残ってます。なんて言ったか、俺は山があれば生きていく、生きていくことができる、だから町に降りるのは嫌だ。玉倉ばあちゃんのですね、実を言うと言葉っていうのはそれに集約された、彼女の生き方そこに集約されていたわけですよね。ね、まあ、そういったようなですね、その自然の中に生きていくということにおいてですね、あの山というものがあって、そして里山というものがある、そしてそこの中にですね、人が共に入っていって共同作業、そういうことによって、その自然の恵み、人の恵みによって地域で生きていくことができた。これが実を言うと人間の歴史の中で最も安定した生活だったというふうに私は言えるのではないかなというふうに思うんです。ね、でそういった中でね、まさしくですね、共同作業というものを行ってね、いろいろな形でですね、ある意味その制約もあったかもしれない。だけどお互い助け合い、そしてもう一つ言うのは、お互いに共同作業することによって人が結びつくと同時に、その自然というものとも結びつく。だけどそれを超えて自然と人間との一体化した中でですね、文化というものもまた作られていたのかなというふうに思うんですね。要は個人というものが文化を作るということに、ね、関わることができた。これがやっぱり一つのですね、昔のそういう今日の概念の中で私たちのそういうなんていうのかな、精神的なね、こういうなんか求めるものをね、与えてくれる文化という存在との関わりだったのではなかったかなというふうに思うんですね。はい、まあ、そういう形でですね、実を言うと、里山というのはね、そこに住む人たちの共同意識、そして結びつきというものをですね、強くし、そして、ね、お互いに支え合って生きていくというですね、中でのその人間性というものをですね、保つ役割もしていくということを行っていたわけですね。で3つ目になりますけど、これは多分ね、他のあまりのところではあまりね、この里山の分で語られることはないと思うんですけど、実は余白の提供ということも里山も行っているのかなと思う。一つは何かというと、バッファーゾーンだったんです。これはですね、私日常的に感じてます、ね、この必要性を。何かというと、毎日ですね、野生動物がですね、うちの農場にやってくるんですね。もう多分ですね、日本に存在する野生動物の9割は自分の身近にいます。はい、クマもいます。はい、クマもいます。クマ、イノシシ、ね、キツネ、あらゆる動物がいます。今私はですね、住んでいるところはですね、半径、200m、他の家がないんですね。でそうするとですね、夕食を食べているとですね、こう軒のところ、軒というかですね、まあ、縁側みたいなのがあるんで、外側なんですけども、そこのところにですね、タヌキやらイタチやらアナグマやらこうやってくるんですね。そうなんですよ。でね、そうやってね、共存している分には確かに、大切なことであり、やっぱりそのね、先ほど言った生態系の中では一つ一つがちゃんと大切な役割を持っているということにおいてですね、その野生動物を否定することはね、できないかなというふうに思うんですけども、ただ農をやってるとですね、これ大変なんですよ。イノシシが入るとですね、半年間やっていた作業というものを一晩でめちゃくちゃにされてしまうんですね。ね、私米も作ってるんですけども、大体ですね、米でやっぱりそのちょっとちっちゃな田んぼをいくつかやってるんですけども、一世ばかりのね、田んぼね、10メーターかける10メーターくらいの田んぼ、一晩で全部食い尽くします。明日かろうかみたいな感じでですね、次の朝行ってみるとですね、ないんですよ。あれ、誰か買ったのかな、俺昨日買ったかなみたいな、こう目の前にこう起きてるんですね、情景がですね、こう理解できないっていうかですね、受け入れられないんですね。そのくらいですね、イノシシというのは凄まじい力を持ってます。もう一つあります、イタチ、ね、鶏飼ってるんですよ。イタチってある鶏小屋に入ると、そこにいる鶏全部殺すんです。食べないんですよ、ただ殺すんです。私もですね、実を言うと今から一月半前30羽の鶏を飼ってましたね。それで一回ですね、まあ夕食だったら家に帰って、そして鶏小屋に戻る1時間の間に30羽全部殺されましたね。
だそういったようなですね、野生動物というものが人間の生活に対するですね、まあ言うなればストレスを与えるってことは、まあね、都市に住んでる方には感じられないかもしれないけど、非常にですね、大きなものがあるわけですね。でそういった時に、だけど先ほど言いましたけれども、生態系って一つなんですよ。あるものを駆逐してしまったらどっかでバランスが崩れる。それはまた新たなですね、人間に対するストレスにもなるわけですよ。でそうすると大切なのは住み分けということがなってくるわけですよ。ですから住み分けることに関しては昔の文化って素晴らしかった。でその中でも住み分けの一番の手段は何かというと、実は里山だったんです。人間が手をかけることによって、ここはお前たちが入ってきていいゾーンではないんだよ、入ってきてもいいけど住んじゃいけないんだよ、ね、たまに来るのはいいよ、だけどここに住むなよという形 です、ね、ちゃんと自然に対するメッセージを実は出すのがこの里山だったんですね。だから多分ですね、ね、1週間に1回くらいはこうやってくるかもしれない、ね、だけど毎日やってくるから、ね、ところが今里山市になったらどうなのかというと、隣のところで住んでるんですよ。竹やぶがあると、竹やぶの中でですね、恋の死と親の死のフッ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 という声がですね、作業したら聞こえたりするわけです ね。でそれで毎日ですね、なんとか侵入しようとするわけですから、多分食べ物のですね、多分一昨年が一番ひどかったですね、6割食われました、ね、そういうことになってしまうわけですね。だけど里山というバッファーゾーンがあった頃にはですね、ね、しかも先ほど言ったように共同作業ですから、みんなで集落としてバッファーゾーンを作る。ね、かなりですね、一人がやるよりも大きなですね、場所というものをバッファーゾーンとして設定することができた。ということでですね、野生動物と人間の共存というものも実は里山があって初めて可能になっていたわけですね。今もう無理です。今人間何してると思います？その代わりに、里山の代わりに。連作作ってます。連作するとお前からこっち来る。で、人間がですね、柵の中にいてですね、外からですね、あのイノシシが、あれ人間っていうんだぜ、みたいなですね、檻に入った人間たちをですね、多分あざ笑ってんじゃないかな、みたいな。そういう状況なんです、本当に。ちゃんと畑やろうと思ったら、本当にです。全部囲わなくちゃいけない。ね。そういう形でやって初めて、ね、農業が可能という状況になってしまってるんですね。はい。ね。で、そういう形で、そういうことがあります。それともう一つのね、まあ、バッファーゾーン、まあ、逆に言うと野生動物をこう保護できるところもあるんですけど、もう一つはね、人間っていうのはやっぱりね、ルールを守りたくないんです。皆さん、いつもルール守って生きてます。なんで鬱陶しくなってくるでしょ。やっぱ欲求不満とかあるわけですね。で、私たちの文化を見れば、晴れと蹴ってあるじゃないですか。ね、ね、毛の生活をして日常ですよね。日常的に毛の生活、誰かその規則とかそういうものを重んじながら、皆さん、多くのもと調和を図りながら生きてる。あ、素晴らしい。ね。なるんですけど、人間ってその毛の中に収まらないんだよね。毛がね、溜まってくると、汚れるわけです。汚れてしまう。ね。で、そうするとどうするかっていうと、晴れの日を設ける。ね。昔は、だから晴れの日という、いわゆるその祭りというものがある。ね。晴れの日は、日本は昔はフリーセックスだったそうですよ。ね。だからね、明治時代のですね、そういう外国の人たちの日本の研究の、そういう、ね、人類学とかそういう研究を見るとですね、日本はフリーセックスの国であると。いうふうにですね、そういうのがことも見えたりする。すなわち人間ってやっぱりどっかでそういうなんていうんですかね、そういう規律とかそういうものに収まらない部分をたくさん持ってるわけだよね。でそうした時にこういった今日の空間に行って、その自分のところではできないことをちゃんとするというようなことがですね、あ、こうね、そういうようなことが可能な空間というものがそこに必要だったわけですよね。ですからちょっと自由こたこたこたこで言うとその対立してしまうけど、そういうちょっとですね、共同ね、今日のそういう里山であれば、ちょっとしたその余分なことであって、まあ、あいつのところはこういうね、事情があるからしょうがないかというような形でもですね、多少の逸脱は認められるような空間として、実は里山は存在していたわけです。ですから人間のそういったような抑えられた部分が爆発して犯罪とかに走らないという形でね、抑えられていたのは、実は里山の役割もですね、大きかったということにもなるわけですね。それともう一つ何かというと、先ほど言った人間は実は大きな存在と一つになりたいんですよ。大きな存在と一つになりたい、ね、でそこに私たちはなんか永続性を感じたりするわけですよね。でそういったものも私たちの作り出すものとして文化があるわけですね。ですからその里山は文化の基本をなすものでもあるということで、里山があることによって私たちは文化と関わる、そして自分のですね、短い一生を超えて、そして文化の中にして自分の生きた証というものを残すことによって、
自分たちのそういったような短いもの、短い一生というものをですね、満足さするというか納得させるというようなこともですね、実は里山というものを基盤にして成り立っているというふうに考えられるわけですね。でですね、これはですね、そのね、里山の役割の最後という話になりますけど、何かというと、人間がね、自然に介入することによって自然が豊かになっていたんです。これは先ほども言ったのと同じなんですけれども、ね、要はね、よく自然の、ね、話をするときに絶滅危惧種という言葉を使われることが多いです、ね、植物なんかもあります。で、絶滅危惧種ってどういうところにあるかというと、実を言うと里山にあったんです。要はね、先ほど、生態系の話をしましたけど、日本というものなんです。よく日本は特に雨が降ったりしますので、最終的に森になるんです。その森になる過程にですね、いろいろ植物がこう出ては消えていくんです ね。でそういった中で絶滅危惧種の多くは、ね、一番最初に出てくるようなものが多いんですね。いや、逆に言えば森になってしまうと生き残れないんです。だから絶滅危惧種が今ですね、対応としてるのは、実は言うと人間が里山をなくしたからなんですよ、日本で言うとね。要は自然に関わって、ね、自然が手をかけることによって、まだそのなんていうの、ね、森になる以前の段階の自然状態というものを人間がそこに作り出す。だからそのですね、森になると生きられない者たちはそこで生き残ることができたんだよね。要はね、ここでパーマカーチャーにとってと非常に関わりの多い部分なんですけれども、パーマカーチャーもそうなんです、ね、パーマカーチャーって基本的には森を作りを目指します、ねね、森作りを目指します。ノーと言いながら、実を言うと、あまり作物作りっていうのは、面積を割いてそればっかりやってるってことはしないんですね。そうではなくて、できれば先ほど言った果樹とかそういった樹木、要はその自然がですね、こう進む方向、森に進むんだったら、じゃあ森にすればいいじゃねえかという方向でですね、やるわけですね。皆さんちょっとね、農作業ってことをちょっと頭に、ね、農作業に関わってる人ってどのぐらいいらっしゃいます？おお、結構いらっしゃいますね。皆さん、日常的に何をしてらっしゃいます？農作業として。雑草を刈るね。あと農をね、農をまずその植える前に何をします？耕すってことするでしょ、ね、カルティベーションね、言いますよね。だから、何ですか、なんで耕すんですか、なんで草刈るんですかね、生産上を流す ね。で、その刈って、ね、耕して毎年植えるもんって何ですか？野菜とかですね。で、野菜とかそういうもんって、植物的に言うとどういった植物になるんですか？あれ、実は一年草類と呼ばれています。一年草類と呼ばれています。だから私たちが雑草と呼ぶようなものというか、多くはですね、結構一年草類だったりするんですけれども、同じもんなんですよ。で、雑草同士だから結構競争しちゃって、買ってあげないと野菜が育たないってことになるわけですよ。で、毎年やってるところはどうとかというと、先ほど言いましたけれども、自然は森になりたがってるのに、草の段階でとどめようとするわけですよ、ね、自然が住みやたがってる方向とは別のベクトルでですね、与えて、そして一年草履が育つ状態に保とうという、非常にですね、自然と拮抗した状態をですね、作っているのが実は今の脳の姿なんです ね。で、そこでですね、パーマカルチャーってどちらかというと、いいじゃん、自然が行く方と一緒に行けやみたいなことになるわけですよ。だから最初からですね、うちの畑を後でちょっと見てもらったりしますけれども、果樹育ってます、野菜育ってます、多年草育ってます。ちなみに言うと、そういうなんだ、あの窒素を固定してくれる、樹木も育ってます。それから、農薬になる樹木も育ってます。もう見るとですね、とても普通の畑とは違った畑になってるんですね。もし興味あったら一度来てくださいね。そんなね、そういったような形でですね、要はね、自然が進む方向に向けて人間が手を貸してあげよう。自然が森になってんだ、なってんだから、なりたがってんだから、いいじゃん、畑も森にしちゃえばというのがパーマカーチャーの基本的な考え方です。だけど、先ほど言いましたよね、もうそのまま森になっちゃうと下の、ね、草も生えてこない、生物の多様性も失われていく。じゃあどうするかというと、あるところで攪乱ということをします。これ生態学的に言うと攪乱という言葉が使われてますね。それはどういうことかというと、枝を切ってあげたりとか、木を切ってあげて光が、ね、土地に当たるようにしてあげる。そうするとそこのところで、さっき言ったように森になっちゃうと消えてしまうような植物が再度そこで育つということが起こるわけですよ
ね。ね。要は、里山っていうのは、今言ったような生態学的な取り組みというものを、多分、生態学という言葉はなかった、あるいは学問はなかったけども、日本の文化の中でいろいろ経験に基づいてやってきたことなんですよ。だから日本の文化って私すごいなと思う。特に農村文化、山村文化ってすごいと思います。このまま廃れていったら、世界の財産が失われると思う。本当に。今本当にギリギリのところ。ギリギリのところです。ね。皆さんが住んでるところの近くに90歳を超えた方いらっしゃいます？あ、いらっしゃる。ちゃんと聞き書きしといてください。その人が作った畑とかそういうものをちゃんと納めておいて、できればその人が働く場所で一緒に学んでください。私も最初に私最初の何とか百姓になったのは32歳の時だったんです。その時の先生は近くの92歳のおばあちゃん、大正生まれ、素晴らしかった。何もかもちゃんと答えを用意していた。しかもインターネットとかそんなんじゃなくて、自分の経験に基づいてちゃんと答えを用意してくれてました。でしかもその答えというものが、ただにその作物を育てるんじゃなくて、もっと大きな枠組み、その中で今やってる行為というものはどういうものであるかということを彼女は私に教えてくれたんですね。でそういったようなね、形で日本の文化というものは人を育ててきたんです。里山を守るに